吉宗評判記暴れん坊将軍。徳川幕府の関東甲信越の要甲府城。ところもあろうその甲府城の御金蔵が破られ、御用金一万両が盗まれたという。馬鹿者、逃がすぞ、捕らえろ、草の根を分けても探してし切り捨てるのじゃ。よいか、皆殺しにせ、皆殺しじゃ。馬鹿者、あなた、大きい遊ばせ、ご用にございます。あなた、あなた。なんじゃ、寒いな。登録が参っております。大枚一万両が盗まれた由にございます。バカ、この宿にはな、一万両どころか千両も持ってる奴もおらんぞ。この宿ではございません。どこじゃ。甲府です。甲府のお城の御金蔵が破られたそうでございます。甲府、こっから十五里も先のことじゃ関係ないわ。ございます、こちらに逃げてまいるかもしれません。何、医師、仏壇に明かりを灯せ。ご分を、お手柄を祈られるのでございますね。南妙法蓮華経、南妙法蓮華経。何ともそんな奴らこちらへ参らんように、来られてたまるか。妙法蓮華経、南妙法蓮華経、南妙法蓮華経、法蓮華経、南妙法蓮華経、南妙。甲府から一気に駆けつけて吉宗にこってり油を絞られている甲府勤番支配二階堂田島である。勘定奉行をやらせれば参ない、役得目に余り甲府へ使わせば御用金を盗まれる。田島、己よくよくどうしようもない奴だ。申し訳ござりません。追って準剣士を使わされる。それまですべて明らかにしておくことじゃ。あの、準剣士でござりまするか。当然、謝っただけで済むと思うとおるのか、この薄らばか。二階堂田島、一件究明まで目通りかな。下がりおろ。はあ、はあ。あいつ、準剣士と聞いて何故あのように慌ておったのか。上様、盗み出すのはもとより箱棒にも隠そうにも容易ではない一万両、その手がかりが全くつかめんというのもちと解せませぬが。なんぞからくりがある。ひょっとしたら今流行りの狂言強盗。半蔵殿、これ。半蔵殿、お分かりでしょうね。
私は江戸は日本橋大黒屋の娘で殿、あなたはお供で手代の半七、今度はそうなってるんですからね。それがどうして。いえ、分かってらっしゃるならいいんです。半七、急ぎましょう。何を。お待ち、新さんと一緒、みんな、みんな。半蔵たちを先にやったのも、こんなにぎやかな連中との同行も、この度はとりわけ人目をそらさんがためである。お待ちもいいな、新さんと一緒。軍兵衛、準剣士がやってくるぞ。準剣士がでございますか。おつけ、大岡越前あたりがやってくるであろう。どうします。尾張様江戸屋敷に立ち寄り、まさかの折の手は打っておいたが、ともあれかねての手はずを急がねばなるまい。はっ。尾張藩文言帳。文言帳と今日でいう決算書、財産目録である。ああ、だいぶ苦労をして帳面だけは合わせておるが、わしの目はごまかされん。十三味中南言尾張宗春殿、相変わらずの派手好み。おかげで内緒は火の車。わしの睨んだところ、まあざっと一万両ほどの穴が開いておる。一万両。甲府で盗まれたというのも一万両。偶然の一致ということもまあまああるじゃろうが。家老様、私早間にて上様にこのこと。半七、何をしているんです。早く行きましょう。はい、お嬢様。待て、何者だ。どこへ。こちらは江戸日本橋大黒屋のお嬢様で、お殿様、手前は手代の半七と申します。黙れ。その目の配り、額の面ずれ、貴様町人ではあるまい。怪しいやつ。やれ。いつの間に。さっきから新さんのことずっと見てたの。あ、ウグイスが鳴いてるな。ねえ新さん、二人でこうしてるなんて、二人っきりでいるなんて初めてみたい。そうかな。そんなことはないだろう。ううん、だっていつもそばに邪魔なのがいるんだもん。さん、ちょっと顔を洗おうと思ってな。顔洗ったばっかりでしょ、たった今。ああ、そうか。ねえ、新さん。ん？私ね、前々からね、新さんに聞こう聞こうと思ってたんだけど。何を。新さんは私のことをどう。新さん、おまっちゃん。よいしょ。なんでこんなとこにいたのかい。もうこれからって時なのに。おまっちゃん、どうしたの。何を。知らないわよ。関取なんか馬に帰って死んじゃう。どうしたの。あの人何してるんだろう。
大丈夫か？あんたかい、こんなとこへ無茶だよ。今死のうかって人がそれぐらいなんですか？そうよ、まったく人騒がせな。お侍なら腹を切るって言うならともかく身投げだなんて。ほっといてくれ。どうやって死のうと構わんじゃないかい。あいつどうです、これもなんかの縁だ。訳を話してみませんか？女房ですよ。面目ないがわしは養子での。それが夫に対して言う言葉か。もう一度言ってみなさい。何度でも申し上げます。よそ様は三年経てば三年、五年経てば五年、だんだん上へ上へとご出世でございます。それに引き換えあなた様はだんだん下へ下へと落ちてお行きになります。良い試しが仏軍兵衛殿、元はあなたの下においでになった方は今ではお城で金盤組頭を務めでございます。これはどうしたことでございましょう。いや、どうしたことかって、そんなことは支配人に聞いていただければ。それだけではございません。お勤め場所も最初はお城、その次は御城下、次はただの町、そしてただいまかような偏僻な国はず、もう行くところは山場ぐらいしかないではありませんか。いいではないか。山は空気もよし、四季それぞれの風情もある。山番結構ようもさようなこと。このままでは由緒ある安西の家も潰れてしまいます。それでもよいとおっしゃるのですか。やむをえんな。いや、大体わしはな、役人に向いとらんのだ。これ芸道に精進、役者にでもなっとったら成功したかもしれんぞ。まあつまらん向こうをもらって一生の不作と思って諦めてもらうことだな。嫌でございます。どうしろというんだ。申し訳のために腹でも切れたとも言うのか。そう申せば見事お切りになれますか。何、それが夫に向かって言う言葉か。もう一度言ってみ。何度でも申し上げます。くそー、思わずバシッと。ヘレやったのかい。やられました。それで。ええ、もうこれまでと思って家を出たんですが、行くあてもなし、あの岩の上でぼーっと水を見てたら、青い水の中からこっちへ来い、こっち来いって呼ぶんですよ。その時あんたも投げた石がこの膝下にバチッ、痛かったら痛くねえのって。もう旦那、それでも男ですかい。こうせず女でもそんなのいませんぜ。うちのおかみさんをご覧なせなあ。私がどうしたんだよ。たとえ茨の道だとて、決して泣いたりはしないさ。この命なたに。旦那、そんなしきれた面してねえで、男の俺が選んだ道だ。ガンと行きましょうやれ。そうたとえ茨の道でも黙ってついてこないんだ。そらそら、そうかまさなきゃ。そう、かかるがなんだ。あの徳田さんはどこへいらっしゃいました。え、正面でも行ったんじゃないですか。わしもさっきから正面我慢しとったんじゃ。わしもちょっと正面ごめん。え、どの、あれしょうがねえな。おい、ダメだありゃ。お帰りかな、あんたさん。いや、ちょっとその…あー、旦那、探しましたね。えんりこったい。なんじゃい。それが例のご近所破りがやってきたんですよ。なんだと。俺にも果てにならんな。これ、えらいこっちゃ。これ、どうした。
渡し船も止まってるんです。それでその船町小屋の客の中に紛れ込んでるんじゃないかと。そらいかんぞいかんぞ。旦那待てばカイロの日和だ。これ願ってもない手柄を立てる潮時ですぜ。バカ、何言ってるんだ。わしの手柄はどんなものはどうでもええんじゃ。安西さん、お主それでもええんじゃ。わしの手柄のために関係のない連中が傷ついたり死んだりしたら、それこそ一大事だ。それに奴らは人殺しなどへともおまん連中に違いない。その奴らがみんなの中に紛れ込んだとあっちゃ、これは困ったぞ。弱ったぞこりゃ。今初めて安西勘八という侍の性根を見た吉宗である。旦那早く、もうじれってえな。待て待て、焦ってはいかん。落ち着くんじゃ。登録クセモンを捕まえの後回しじゃ。たとえクセモンを逃がしても、お咎めはわしが受ける。まずみんなを無事に、これが一番じゃ。安西さん、徳田さん、なんかいい考えないかね。うん、そうだ。お主さっき芸事が得意だとか言っていたな。役者になればよかったとか。この忙しいのになんてこと言うの、あんた。いやいや、そうじゃないんだ。みんなを助けるために、そしてあわよくばクセモンを捕らえるために、そいつを役立てるんだ。何を言うんじゃ。うん、使えるぞその顔。我に持ってこいだ。甲州郡内桂川、33キロの深さではとても歩いちゃ渡れない。本当にすまんのう、みなるすぐ。まあ、よう冷えるで、風邪をひかんようにしてくださいよ。そやけど、ほんま、船頭さん、頼ませ。船は出えへんわ、風邪ひくわ、ではほんま、踏んだり蹴ったりですさかいな、もう。いや、それにしてもさ、何のための船止めなんです。とにかく、御用の筋からのお達しでろ。御用の筋、いや、ほら、ひょっとしたら。何です。なんですって、アンさん、山の向こうの甲府のお城に行さんの盗人が押し込みよってからに。いや、もしかしたらそいつらこの辺に。怖いと聞きました。けど確かそいつらよ、山狩りでとっ捕まったとか切られたとか。いや、それでんがな、アンさん。捕まったんはジャコばっかりで、どてらい頭かば逃げてしまうよったちゅうことだせ。いやだ。ねえ船頭さん、何とかして船を早いとこ川向こうへ渡しておくれよ。頼みますよ船頭さん。まあ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 、ちょっと、もう一時もするよ。いや、まだ一時もこうしてるなんて、そんなの嫌。それではまあ、皆さん。アンさん、何読んではりまんねん。あ、これ歴史の本ですよ。はあ、歴史でっか。この頃この歴史をおろそかにするよって世の中悪なってしもてね、ほんま。あ、ほんでそちらはんは。
めなくたっていい、続けな。同じ頃、甲府城下に潜入した半蔵とお園は、今はただの岩山でしかない甲府鉱山跡の物々しい警戒ぶりに不信を抱いていた。水だ。えい。そう仲良くくっついてたんじゃ目の毒だな。どうぞ。目。さて、一歩きしてくるかな。あいつら一体何者なんでしょうね。あなた怖い。怖がらなくてもいいよ。あんな奴らはこっちが強く出れば何もできやしないんだ。それにいざって時はこうして男が5人もいるんだから。いや、ほんまや、ほんま。そやけどね。与瀬さん、お前乱暴しちゃ嫌だよ。ああもう火が消えかかったまんまな。よいしょ。おかみさん、すまねえけど隣の船頭んち来てくんねえかな。なんだって。違う、これは私の女房だ。そんな女じゃないんだ。分かってるよ。ただ酒の肴を作ってくれりゃそれでいいだけだ。ただそれだけだ。しかし、そうか、心配だったらおめも一緒に来たらいいじゃねえかよ。来たらよ。早く一緒に来とも。来い。よっ。出張った真似しねえほうがいいな。あの、主が安西がでございますか。そうなんですよ。今乗るかするか命がけのお芝居を打っていなさる真っ最中なんで。私のために、私があんなこと言ったもんだから。うのぼれるんじゃないよ。え、私のためだって。冗談言っちゃいけないよ。いいかい、ご親族さん、お宅の旦那はね、あんたが思ってるよりずっと立派なお方だよ。ご新造さん、私も人の女房だから言わせてもらいますよ。人の世は浮き沈み、いい時もありゃ悪い時もある。その悪い時に、いいんだよお前さんって。暗がりの道を提灯代わり、さっと手を出して一緒に歩くのが女房。つまりそれが夫婦っていうもんじゃないのかい。俺の元の世界の相撲でもそうだったよ。相撲に負けても怪我さえなけりゃ万に私が負けてやるってね。これが女房ってもんじゃないんですかい。やめて、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 やめて。このままじゃ次はおめえの番だ。どんな目に遭わされるかよ。どんどんお前さん一人じゃ。やめて。どうだ。いいよ。
一人でやってやるんじゃねえか。来たよ。こんなことだろうと思ってたぜ。お前さん、やめて、お願い。やめて欲しかったら来るんだ。女がどんな目に遭ってるか見せてやるぜ、兄。来な。ほら、出ろ。ほら、行け。そろってんだ。ここだ。ほら、来な。これは。お前さん。うざよ。すまん、わけことや。おめえたちを助ける手だったんだよ。さだな、行けぞ。おい、待て待て。旦那、何探してるんですか。おい、時だって男を助け立ちてくれるはずだったな。そんな果てになるわけないでしょ、そんなこと。それじゃお前とは一人だけか。おい、決まってるじゃないですか。お前簡単に言うな。相手は一人いや二人、あの小娘の怪しい三人かもしれんぞ。だってここまで来たらしょうがないでしょ。おい、いいから旦那、行きましょう。ご用だ。ご用だ。ご近所破りの海賊人、ご用だ。これだ。しまった。ちっとり。トラック、やっぱり三人じゃ。どうする。ご用だ。捕まえるのはあんたの役目だぞ。分かっとる。御用だ。御用だ。御用だ。旦那ちょっと。御用だ。御用だ。御用だ。何をしとる。お気方が来たぞ。あなた。あなた。近寄って怪我をするな。いろいろ見分せい。許してください。よしよし、安藤さん、分かっておる。以後少しは慎みおれ。はい。旦那、こいつらどうします。そうだな、とりあえず名主んとこの官僚に放り込んどか。それには及ばん。安西、ご苦労であった。おお、軍兵ではないか。はい、カンパチ。昔は昔、
今では身分の違う貴様と俺だぞ。おお、お主はご支配好きの組頭じゃったの。よってこいつらを申し受ける。異存はあるまいの。おお、それは別に構わんが。いや、よくない。安西さん、異存終わりだ。徳田さん、罪人の受け渡しには法によって定められた順序というものがあるはずだ。今までどこで洞が峠を決め込んでいたか知らんが、今頃のことが出てきて憲兵づくで人の手柄を横取りしようとは、そりゃ聞こえませんの軍兵衛さん。その通りだ、新さん。いけなこと言うね。そうだそうだ。なんで今頃出てきやがって。カンパチの旦那、トロゴヤもしっかりするな。出てきてもこいつを連れていけ。よしよし、切れ。南町奉行大岡越前。大岡様だ。名奉行様だ。待ってました。よよ。上様ご名代、準権士の名をもって小者たちの身柄を預かる。それは稲屋は言わさん。追って甲府城内に入るであろう。その旨甲府支配二階堂田島に伝えるがよい。ええ、早々に行け。ええ、行け。ざまぎれ！いや、ないでしょ！本当の人に来る！へへへ！徳田さん、あんたもええとこちょこっと出てきて。いい役者だね。うまいった。いやー、さすが大岡さばき、恐れ入った。なあ、登録。大声一つ出すわけじゃなし。ました拷問なんてさらさら。これでもってね、ちゃんと白状さしちまう人ですからね。くせ者が白状したんですか。しましたとも。自分ら甲府城の牢に放り込まれてた咎人で、あんまん買い出されて、で、孤立を運べってんで千両箱を担ぎ出しただけの、ご金蔵破りじゃねえってんでさ。そんな風に見せかけて当分甲州城うろうろしておれ。もし捕まったら助けに行ってやる。渋谷区時が来れば無罪方面になる。その上50両ずつくれてやる。そう言ったのは誰やろう。医師トトキ軍兵衛だ。まあ、しかしその仲間の多くは切られたというが。いや、あいつらアホなやつで、そんな面倒くさいことせんかて、これ一つあったらええと千両箱担いで途中からずらかるとしよったんです。ほんであんな目に。いや、あれもやっぱり口封じのためにいち早く消されたんだろう。サイベ、奴らの言いなりになった俺たちはもう一つバカだったのさ。キャツらは手を回して船に飛び、もう用済みになったその方らを宿場役人に召し取らせ、甲府かその途中で片付けるつもりだったのだ。それが分かっていたというんだな。知っていながらどうして小屋でじっとしていた。何をするつもりだったんだ。奴らを待ってたのよ。小屋の愛客どもを人質にし、盾にして約束通り金をよこせ、わしらを逃がせと人暴れ、人を吹かせてやろうと思ってな。そこへあんなずっこけ役人が飛び込んで来さらして、何もかもおじゃ。黙れ。そのずっこけの働きあったればこそ人々に危害が及ばず、その方らも吉しない罪を重ねず首を切られずに済んだ。で、その千両箱は。一万両はどこへ運んだ。申せ。我らは甲府城外柳切の丘まで、あとは役人どもが受け継いでいずれかへ。行き先は分かりませんよ。しのいいやつ。さらばお奉行、いよいよ大詰めですな。
かり尾張へくれてやるのですか。惜しむな軍兵衛、くれるのではなく預けると思え。しかしやがて尾張様の天下が到来する。その折こいつが倍にも三倍にも、いやそればかりではない。その時俺は老中筆頭、そっちも勘定奉行ぐらいにはしてやれるぞ。こいつと引き換えに尾張中納言宗春公直々のお墨付きを頂戴する手はずになっておる。では越前めが参るまでに少しお早く身延道から東海道岩淵へ、そこで名古屋から来る尾張の家老と落ち合うのじゃ。カジマ、あいにくこっちが一足早かったぞ。大岡さんが来るまでにはまだ間があると思ったんだろうが、どっこいこっちには誰も知らない近道、抜け道を教えてくれるこんな道案内がいたんだ。己が取らぬ狸の川岸よ、しかと見届けたぞ。軍兵衛、昔なじみじゃ。腹を切んだったら会社ぐらい勤めてやるぞ。やかましい。二階堂田島、その一万枚の小判の一枚一枚に染み込んだ民百姓の高潔を何と見る。金に目がくらみ、孔子のけじめもわきまえぬ金券の亡者め、もはや天下が許さん。観念せい。己は上様じゃ。上様。ねえ、ちょっと旦那、なんなのこれ。上様じゃ。投げて。口が腐るぞ。あった。軍兵衛、我々には尾張様がついておる。切れ、皆殺しにせい。
安西さん、どうだ、お主甲府勤番支配になる気はないか。は、甲府勤番支配、はは。あの、あなた様がご支配人でございますか。あの、お旗本衆の中でも三千石以上でないとなれないという、あの甲府勤番ご支配人でございますか。うん、丸々足らん三千石は足し高というお定めによって上様が下しおかれるそうだ。ああ、あなた医師、どうした。心配出すな、わしはちゃんと断ったぞ。あなた、今何ておっしゃいました。ありがたき仰せなれど、カニは甲羅に似せて穴を掘るとか、とかく身分相はお災いのもと、固くお断り申し上げまする。とお断りになったんですか。ああ、ちゃんとな。だから安心するがいいぞ医師。あなたは何ということを。んだから、あなたはドジだと、すっごくカンパチだと。おい、それが夫に向かって言う言葉か。もう一度言ってみろ。何度でも申し上げます。今頃あいつどうして断ったと言った夢に合わされてんだ。しかしあのまま埋もれさすには惜しい人物かと思いますが、うん、まあ何とか考えてやってくれ。 あの二人拉致もない。何を言い合っておるんでしょう。おそのがもう一度お嬢さんになりたいとせがみおった。で、手代になった半蔵が大むくれよ。急ぐのじゃ。主様が笑うでござるぞ。え、何半七だよ。もう終わり。中納言宗春が奢侈贅沢極まって剣跡の咎めを受け、そして安西勘八が甲州伊沢の代官に登用された。だがそれはやや後のこと。今一つのことを終えて足取り軽い帰り道、甲州街道大月あたり、富士が右手に見えまする。吉宗評判記暴れん坊将軍。一月前八王子で盗まれた御用金三万両の行方、未だわからぬと言われるのか。どうだ忠相、見通しは立たぬか。御用金を運んだ役人たちが雪深い谷に落ちたものか、誰一人生き残っておりません。こらえつか。待て。いや、お前は記憶を失ってるんだな。その男が御用金強奪の一件に関わりがあるとおっしゃるのですか。いやだ、あんたいとうさきさんが所帯を持ったばかりの夫婦だなんて照れちまうわ。誰だ。半蔵、どうした。雪崩に消えた恋の花、どうぞお楽しみに。